んにちは、たっくんです。10月29日、誕生日でした。僕、10歳になりました。おっさんって言うなや。へこむやん。パパに新しいお洋服買ってもらいました。それでは、僕の懐かしい画像をどうぞ。骨折したとき、痛かった。けど、入院するの嫌だったわ。誕生日の日、パパにお風呂入れてもらった。僕の入浴シーン。恥ずかしいけど、見てください。さっぱりしたわ。時々パパが遊んでくれます。僕、この遊びが大好きです。Thank you.
もうテンション上がっちゃいます。大好きなパパとずっと一緒に遊びたいな。これからも僕の家族とパパを大好きでいてね。最後に僕の家族の紹介とお散歩の動画で終わらせていただきます。それでは、今日もありがとうございました。